Thank you so much for discovering my channel. This is my first YouTube video ever, so I'm scared and nervous. I hope you guys like it. My name is Miss Toxic. Obviously, that is not my real name. My real name is Emmy, E-M-I, so you can remember both. I'm from Japan, born and raised, and oh yeah, just so you know, I'm gonna be speaking mainly in Japanese in my videos because I've been getting a lot of requests from girls in Japan on my Instagram, so, but I think it'll be fine with you because, I mean, you get to see what I do with my face. If you like my video, please give it a thumbs up and please subscribe to my channel. And I hope you guys like it. 皆さんはじめまして。ようこそ私のチャンネルへお越しくださいました。ミストキシックと申します。早速言いづらいですけれども、私の本名はエミと申しますのでどちらか覚えていただけたらなと思います。このビデオがですね、初めての YouTube のビデオになるので、ものすごくね緊張と不安でいっぱいなんですけれども、一人でも多くの皆さんにライクしていただけたらなと思っております。私は本当にただ趣味でメイクが好きでやってるだけの、ものなんですけれども、結構インスタ上でですね、日本の、女の子たちからメイク教えてくださいとか YouTube やってないんですかとか結構ですねリクエストをいただいたので、今回ですね機会があったのでちょっと始めてみようかなと思って、やっている次第でございます。もしですねこちらのビデオ、気に入ってくださったら、ライクと、あとチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。はい、ではメイクアップの方始めていきたいと思います。下地をつけていきたいと思います。これがアンブリオリスのモイスチャークリームです。ファンデーションなんですけども、こちら日本未発売のですねロレアルのインファリブルプログロ、色が201番、クラシックアイボリーですね。ブレンドをするのにはですねこちらのビューティーブレンダーというのを使っていきます。水を含めた状態のものを必ず使用してください。で肌にこう叩き込んでいく感じですね。コンシーラーに移りますが、こちらが、Too Faced の Born This Way Naturally Radiant Concealer というもののベリーフェアですね。一番白い色を使っていきます。コンシーラーの場所ですが、まず、目の下ですね。はい、からおでこなんですけど、まあ、このようにこういう感じで描いていきます。そして顎とほうれい線の少し上ですねと、小鼻の周りとですね、鼻のハイライトなんですけど、これ重要です。鼻にですねびっくりマークを描いてください。どういうことかというと、まず描きますね、線を。そしたら少し、間を空けてこの先端にだけちょっとのせるんですね。びっくりマークです。こうすることによって、鼻の先端がちょっと上にこう向くような効果がありますので、はい、でこれをビューティー先ほどの同じビューティーブレンダーでブレンドしていきます。目頭のところはこの先端のとんがったところで、で平らなところは必ずこの太い方ので、ブレンドしていってください。はい、続きましてコントワーリングに入っていきたいと思います。これは日本で買いました。レブロンのフォトレディインスタフィックス190番キャラメルという、色です。この顔やってください。これでちょっと高い位置からシュッと挟むような感じですね。私ちょっと額がちょっと大きいので
少しでも小顔に見えるように細かく刻むような感じで、コントアリングしていきます。で、鼻なんですけれども、これモーフィーのこういったセットで購入したブラシなので、ちょっと番号が書いてないんですが、まあ、こういったこれ多分アイブロウブラシですね。ですね、皆さん多分この眉毛のこの、始まってるところから結構下ろしてくる人が多いと思うんですけども、それはやらないでください。まずですね、結構この内側、ここからスッとですね、そんなに入れていいのぐらいの、ちょっとびっくりするぐらい内側にちょっと引いてみてください。これですね、はい、ね、で、ここの先端なんですが、ここは V を書きます。こうです、こうです。さっきびっくりマークの下のチョンっていうのをつけましたけど、そこをより目立たすためにここを少し横に線を入れます。こう感じです。大変なことになっておりますけどね、これちゃんとブレンドしますから大丈夫でございます。で、今コントアリングした部分をこのビューティーブレンダーを使ってブレンドしていきます。あ、忘れた、重要な部分忘れてました。ここもですね、ちょっと入れます。こうすることによってちょっと顎がシュッとなるんでございます。額なんですけど、なるべくこう下に向けて、内側に向けて、ブレンドしていってください。デコが広いもんでも。で、鼻なんですけども、これはですね、どっちかっていうとちょっとこの外側に、伸ばしていく感じですね。続いてパウダーなんですが、こちら RCMA というアメリカのですね、舞台メイク の老舗ブランドなんですけど、こちらの、ノーカラーパウダーというのを使っていきます。これぐらい結構な量を取ってください。で、目の下ですね、まずをセットしていきます。多めにパウダーを塗って、ちょっと今おかしなことになってるんですけども、後ほど大きめのフェイスブラシで飛ばすので大丈夫です。この太い方を使って、広い方、たまに日本語がおかしいです。額にもちょっと、おでこにも広げていきます。先ほどの、クリームコントアリングを、パウダーでセットしていきたいと思います。 NARS のコントアブラッシュの5180という色ですね。こちらをこういった斜めのブラシを使って、こう頬骨に沿ってラインを描いて、ちょっとこう上にブラシをちょっとですね動かします。で、ここの部分、チークなんですが、こちらモーフィーのですね QN というパレットです。こういう感じです。じゃあ今日はこの2色をブレンドして使っていきたいと思います。はい、続いてですね、先ほどの RCMA のノーカラーパウダーを使って、このコントアリングをさらにシャープにしていきたいと思います。この、ビューティーブレンダーにですね、相当な量をちょっと取ってください。カッするわけでございます。カット。はい、続いてアイシャドウに、移りたいと思います。アナスタシアビバリーヒルズのマスターパレットバイマリオというですね、こちらの、商品を使っていきます。イザベルというオレンジのカラーを、このですね、まず目の目尻から小さな絵を描くような感じで乗せていきます。全体ではないんですけども、まあ、目の半分ぐらいのところまでですね。はい、で、こんな感じになりました。続いてはこの、ミューズという色を使っていきます。
目尻から半分ぐらいかな、ちょっと広めに。これもですね、小さな円を描くような動作を繰り返していきます。はい、で続きましてこのマリーナという色を使っていきます。今度はですね、ちょっとフラットタイプのこういった感じのブラシを使って塗っていきたいと思います。目頭の部分ですね、から中央にかけてのせていきます。はい、で次はですね、こちらのバイオレッタ目尻用のちょっとコンパクトなブラシなんですけども、こちらを使って、目尻ですね、これも小さな円を描くようにしていきます。まあちょっとこう V を描くような感じで。はい、では続いてこちらのルラという、色を使って、今までのせてきたこのアイシャドウをですねブレンドしていきます。下まぶたの、に移っていきたいと思います。下まぶたはこちらのイザベル と、バイオレッタをブレンドして使っていこうと思います。小さめの、フラットブラシを使って、この下まぶたの全体ではなくて、この 目尻から3分の1ぐらいですかね、乗せていきます。アイライナーに入っていきたいと思います。今日はですね、ジェラルドコスメティックスのエターナルアイライナー、こちらを使って、まあ普通にですね目頭からグッと結構太めにいきます。細かいラインを描いていくので、このメイベリンのハイパーシャープライナーを使っていきます。ちょっとこう目頭切開ラインやっていきたいと思います。こうちょっと、ほんのちょっとです。はい、でこの跳ね上げラインなんですけど、下から結構ですね、私は長めにラインを引きます。で上からまたラインをこのように引きまして、この中を埋めていきます。はい、ではですね、下のまつげに、マスカラを今、つけた状態です。後ほどミンクのつけまつげをつけるので、マスカラは下だけで大丈夫です。はい、で、次眉毛に入っていきたいと思います。私はですね、メイクで一番重きを置いているのは眉毛なんでございますね。眉毛は、顔を本当に決めます。はい、なので命をかけております。使っていく商品ですけども、アナスタシアビバリーヒルズのディップブラウポメードのエボニーという、色を使っていきます。こういったブラシを使っていきたいと思います。まず下のラインをこのようにですね、で残った、ジェルで上のラインを同じように描いていきます。この中身をどんどん塗っていくわけですね。でこれ塗る時もですね、下から始めます。下からこう上に上げていく感じですね。上が5個になっちゃうとちょっとね、かなり不自然になっていくので、こういう感じですね。で、ブラシに残った、ジェルでここで初めて目頭の方から引いていきます。目頭じゃないか、眉頭か、すみません。で、そうしましたら眉頭のところなんですけども、ここはですね、ブラシを
逆にします。で、下から上にこういった動作を繰り返していきます。毛がね、下から上に入ってるじゃないですか。それをこうなぞっていく感じですね。そうするとですね、ナチュラルな毛の流れが出来上がるわけでございます。はい、ではですね、両方の、眉毛が仕上がりました。で、これからですね、つけまつげをつけていくんですが、今日使うつけまつげなんですけども、こちらです。エミリーラッシュと言います。これは実は、私が、この度プロデュースさせていただいたミンクのつけまつげなんでございます。バイミストクシックと入っております。こちらがインスタです。下にもちゃんと書いておきますので、よろしければ皆さんフォローお願いしたいと思います。こちらは松江区に使われているミンクという、素材をより繊細にした毛をですね、使ったミンクつけまつげというものです。今日ですね、使うのはパリスという、種類を使っていきます。はい、パリスはですね、こういった感じです。真ん中に行くにつれて長くなるタイプで、一番長い、ミンクが14ミリで作っています。で、こちらをつけていこうと思います。はい、次はですね、ここの目頭のハイライトをのせていくんですが、こちらは今日はカラーポップのスーパーショックシャドウのタッセルという色を使っていきます。カラーポップのシャドウっていうのは、指でねつけることによって一番こういいパフォーマンスを発揮するように作られているんですけれども、まあこれぐらいのフラットのブラシだったら結構綺麗になります。で、次はですね、同じカラーポップの商品なんですけれども、こちらはアイライナーのハニーデュードという、もうハゲてるっていうね全然見えないですけども、まあベージュのアイライナーなんですが、こちらを粘膜の、部分に引いていきたいと思います。はい、ではここでですね、結構な時間置いてありましたこのパウダーを、こういった大きめ のフェイスブラシで飛ばしていこうと思います。まず目の下ですよね、相当な量のせましたから、ここも、ノーズシャドウをルラというこちらの色ですね、こちらを使っていきます。さっきのクリームコントゥアリングと一緒で、内側からちょっとこうで、こう下にこう下ろしていく感じですね。で、先端は V を描きます。はい、続いてハイライトに移りたいと思います。今日はですね、私の大好きなジェフリースターコスメティックスの、スキンフロストアイスコールドというこういった色です。はい、で、ハイライトの場合はこういったタイプ のブラシがおすすめです。で、ハイライトですが、まあ、ライトが自然に当たる部分だけに、乗せていきます。この頬骨の高い部分ですね。はい、で、そのままちょっと上に引っ張ります。ここから始めて上にこう持っていく感じです。続いてですね、同じハイライターを使っていくんですが、今度はちょっとですね、こうヘッドが小さいブラシを使って、ここですね、見えるかしら、ここにこのように入れていきます。
い感じですね。ちょっと盛り上がってるとこあるじゃないですか。ここをちょっと強調していきます。これもまあ全部ではなくてですね、眉山の少し上あたりですかに、こういうハイライトバサ出来上がります。鼻のハイライト入れていきたいと思います。さっきあのびっくりマークを書いたと思うんですけど、あの通りにのせるだけです。びっくりマーク、そしたら、この先端はですね、指にちょっと取ってちょっとのせると、ちょっと待って、顎につけてないじゃないハイライト、重要なとこ忘れておりましたです、アクシデントリップに入っていきたいと思います。リップはですね、つける前に、こちらの MAC のリップコンディショナーを、必ずつけるようにしてます。ただつけすぎ注意です、ちょっとだけですね。はい、つけていきます。今日はですね、こちらもジェフリースターのベロアリキッドリップスティックのこちらはリオという、色です。これぐらいで止めておきましょうかね。So that's it for this look. I hope you guys liked the video. And if you liked the video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching, you guys. はい、皆さんご覧いただいて、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。私インスタグラムもやっております。ミストキシック、X3つです。ぜひ、フォローお願いします。では、また、近々ビデオアップできたらなと思っておりますので、それまで皆さん元気でお過ごしくださいご覧いただいてありがとうございました。 Bye guys, thank you so much for watching. Bye.